こんにちは。夏場シャツの襟裏すぐ汚れるスタイリスト純太です。シャツってやっぱりこれから夏場になるとカフスの裏側や襟の裏側がすぐ茶色く汚れますよね。これどうすりゃいいのかって思ってるんですけど、やっぱりここの部分にちょっと洗剤をちょっとつけて洗濯しても落ちなくなったりとかしちゃうので、やっぱりシャツって寿命が短いなとしみじみ思ってます。私一回ちょっとやっちまった経験がありまして、夏場で、それこそずっとスーツ着てるのであるんですけど、ジャケット脱いでシャツちょっとまくろうと思ったんですよ。でシャツをこうやってまくった瞬間にここのカフスの裏の汚れがパッと目に飛び込んできたんですよ。それを見た瞬間におっととなって速攻で戻したんですね。はい、ただ単にいきなりジャケット脱ぎ出してシャツまくるのかと思いきやすぐ戻した返事になっちゃいました。はい、そんなことは置いといて、今回はシャツでコスパのいいブランドはどこかっていう部分に関してを今回ご紹介いたします。シャツのブランドさんって結構あまたあると思うんですけど、シャツでコスパのいいブランド、やっぱり一般的なサラリーマンとかビジネスマンの方ってシャツを長持ちさせるのってほぼ無理なんですよ。それこそローテーションしなければいけないですし、あとはそれこそ毎回クリーニングに出すのも金銭的になかなか難しいと思います。だからこそコスパのいいブランドを今回はご紹介して、結構安価なのにもかかわらずパフォーマンスがいいもの、そちらに関してをちょっと今回はご紹介をさせていただきます。それではですね、今回ご紹介したいブランドさん、一応3点あるんですよ。3点あります。値段帯に応じてっていう形にはなってしまうんですが、まず1つ目、鎌倉シャツさんです。これは外せないと思います。鎌倉シャツさんと、そして2つ目が値段帯が結構お安めを比較的好まれる方、だいたい4000円からだいたい6000円ぐらいまで、それがアントニオラベルダっていうこの2つ目のブランドです。この2つのブランド、まずは1つ目の鎌倉シャツ、メーカーズシャツ鎌倉って最近はちょっと表記されてるんですけど、これはもう圧倒的におすすめしたいですね。私も好んで買うぐらいのブランドさんです。鎌倉シャツの特徴をご紹介すると、1つ目がシャツを分かってらっしゃるんでしょうね。ここの胸ポケットがないんですよ。まず胸ポケットってこれ何のために作られたかっていう歴史に基づくと、この胸ポケットは従者、それこそ貴族の中の貴族に仕える、それこそお手伝いさんみたいな方々のために作られたものになります。貴族に関してはここのポケットは一切なかったっていう歴史的な背景もありまして、海外の方も実は対応したりはしてるんですけど、絶対にシャツのポケットがあるだけで買わなくなります。それぐらいちょっと歴史的背景が根強いものに関して、既製のシャツってどうしてもそういった胸ポケットが全部ついてるんですよ。例えばそれこそそこら辺のスーツカンパニーとかユニバーサルランゲージとか行ってもどうしてもついてるんですけど、鎌倉シャツだけは全部外しますね。あれは相当素晴らしいこだわりだと思います。そして2つ目に関しては、特徴2つ目に関しては番手をちゃんと表記してるんですよ。まず番手って何かっていうと、番手っていうのはコットンの大体、ある一定の間隔、その間の中にどれだけ緻密に糸が結い込まれてるか、同じ面積の中にどれほど糸が使われてるかっていう表記です。これ既製のシャツで上げてるところってほぼないと言ってよろしいかと思います。その番手が、細ければ細かいほど人の体をしなやかに巻き込んで着心地の良さにつながるって言われてるんですね。なのでそういった表記がされているってこと自体がまず素晴らしい点かと思います。大体なんですけど、最高品質っていうのが大体200番で、鎌倉シャツに関しては200番、300番、400番まであるんですよね。大体人の体って160番手以上はそこまで変わってこないって言われてるので、160番手ぐらいを選んでいただければ大体リーズナブルなもので、7,000-8,000円から1万円ぐらいで買えると思います。それぐらいでとりあえずは十分かとは思うんですけど、そういった番手によってそういったラインナップをご用意してるっていうのが
素晴らしい点じゃないかなと思いますね。品質の高さ、その値段帯の割にその作り込まれている点が素晴らしかったりします。例えばあの品質の高さ、シャツの品質ってガゼットのユーム、ガゼットっていうちょっとまあポイントがあるんですけど、ガゼットのユームだったりだとか、あとはあの台襟、そしてボタンの付け方だったり、それ以外にもこのミシンの感覚、ステッチのミシンの感覚ですね、そういった部分だったりだとか、あとはここの縫い込み、こういった裏側のちょっとまあここら辺ですね、ここら辺の縫い込みとかのポイントもあるんですけど、そういったポイントを上げても結構素晴らしいクオリティなので、そこに関してはまああのその品質の高品質の見分け方に関してはまた次回ご紹介します。そういった点でちょっとあの優れてるんじゃないかなと思います。逆に一つまあデメリットといいますか、鎌倉シャツに関しては生地を自社で管理しているので、ブランドをつけたいって方にはちょっとおすすめはできませんね。例えばシャツのオーダーって生地を選ぶことから始まり、その生地がイタリアの生地だったりとかも選べるんですが、鎌倉シャツにはそういったシャツちょっと置いてなかったと思うので、そちらだけは違うお店でっていう形になっちゃいますね。逆にそういったあのイタリアの生地を使っている、あのアルビニだとかトーマスメイソンだとかが有名だと思うんですけど、そういったイタリアのシャツブランドの生地メーカーを使っているものでおすすめされていただくとすると、やっぱりそうなるとユニバーサルランゲージとかになってくると思います。あそこもだいたい1万円で1万、まああのクオリティ、まあなかなかその品質の高さ、先ほどご紹介されていただいたあのポイントも全部クリアできてますし、そういったユニバーサルランゲージに関してはあの原価率の高さっていうのがやっぱり大手だからこそ安くしてるっていうポイントがやっぱりあのそこら辺は強みじゃないかなと思いますね。私はあの結構ユニバーサルランゲージと鎌倉シャツ、この2つをちょっとあのよく基本的には見るんですけど、その際にあのユニバーサルランゲージではアルビニかトーマスメイソンのものを好んで買ってますし、逆に鎌倉シャツの場合は160番手ぐらいのものを比較的好んで買っております。そして、まあ、コスパがいいとは言ってもそこまでシャツに出せないよっていう方に関しては、先ほど最初にご紹介したアントニオ・ラベルダ、これはクオリティ相当高いですね、値段帯の割に。このアントニオ・ラベルダって店舗とか見たことないと思うんですけど、これはスーツカンパニーがスーツカンパニーの自社ブランドです。そのアントニオ・ラベルダに関しては今着てるシャツが実はギローバっていうイタリアの結構有名なシャツメーカーなんですけど、まあ、これ大体まあ1万5000円から2万円ぐらいのシャツなんですね。ですけどそのギローバー氏の息子さんがアントニオ・ラベルダ氏なんですよ。そのアントニオ・ラベルダ氏がその監修しているもの、それをスーツカンパニーが専属で買っているっていう形になってるらしいです。そのため結構あのギローバーで働いてたこともアントニオ・ラベルダ氏あったらしくてですね、そこの部分でそういったクオリティの高さを保ちつつも値段帯を抑えているので、その、まあ、あのアントニオ・ラベルダのシャツ大体5800円ぐらいだったと思います。そういったその5800円ぐらいでお買い上げなさるのもよろしいんじゃないでしょうか。ユニバーサルだとか、あとはスーツカンパニー、そして鎌倉シャツ、ここら辺は素晴らしいと思うので、ぜひ一度そこら辺のブランド確かめてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画はこれで以上となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録や高評価、そしてあのインスタグラムやツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。本日の動画はこちらで以上となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。